続いてはリーダーイのコーナーです。それでは今回のゲストをご紹介しましょう。今夜は昨年の7月に前橋税務署の所長に就任された前山静雄さんを招きしてお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、ま,まず前山さんに伺いたいのが、これで今年で2年目に突入するという年になると思うんですけども、まず群馬県の印象というのはいかがでしょうか？はい。 私は群馬県内の勤務は初めてでございますが、うん、前橋市の豊かな自然と情緒あふれる街並みは、まさに三市水名であります。はいはい、また、昔から人情の厚い土地柄と伺っており、はいえー、歴史ある前橋税務署の所長に就任できたことを大変光栄に感じております。はいはい さてそろそろ所得税の確定申告の時期となってきましたが確定申告時期の対応はどのようになるんでしょうか。はいえー、税務署では年明けから税金の還付を受ける方の申告相談が始まっております、えー。税務署では納税者の皆様にとりましても利便性の高い電子申告 e t a x など情報通信技術を利用した自宅からの申告を推進しております。 新型コロナウイルスの感染リスクを軽減する上で、外出を要しないご自宅からの電子申告、スマホ申告は最も有効な感染防止策であることから、ご自宅からの電子申告を多くの方々に利用していただけるよう、従来以上に強く呼びかけております。特にマイナンバーカードを利用したスマホ申告は、スマートフォンのカメラ機能で給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、 給与の支払い金額や支払者の住所、会社名など源泉徴収票の記載内容が自動で入力されます。マイナポータル連携による自動入力対象も拡大し、ふるさと納税などの寄付金や地震保険料、医療費もマイナポータル連携の対象になります。このように e-tax を利用しやすいよう環境整備を行い、納税者の利便性の向上に取り組んでおります。 マイナンバーカードをお持ちでない方はぜひ早めの取得をお願いしますそして新型コロナウイルスの感染リスクを軽減する観点からもぜひご自宅から e-TACS をご利用いただきたいと思います、はい 最初の字幕にも密を避けてスマホで e タックスとありましたしスマートフォンのカメラ機能でね自動入力されるということがあれば大変便利だと思うんですけれどもえでは実際に自宅で確定申告書を作成するのに分からないことがあった場合というのはど,ううどのようにしたらいいんでしょうかはい、申告書の作成については国税庁ホームページの確定申告特集ページをご覧ください。はい、確定申告に関する情報を確認いただけます。 なお、e-TACS の事前準備や申告書の作成手順は、動画で見る確定申告でもご案内しております。また、税務相談チャットボットやお電話でも相談できます。税務相談チャットボットは、今週から令和3年分の確定申告に関する相談を始めました。チャットボットは、土曜・日曜・夜間でもご利用いただけますので、ぜひご活用ください。 こちらも気軽に相談できて非常に便利ですね。24時間利用可能ということですね。では、確定申告会場に行って相談しなくてもならないという方もいらっしゃるかと思いますが、注意する点などはあるんでしょうか。はい、えー。今年も確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には入場整理券が必要となります。入場整理券はそれぞれの申告会場で当日配布するほか、 LINE アプリからも事前発行を行います詳しくは国税庁ホームページをご覧くださいなお入場整理券の配布状況によっては後日の来場をお願いする場合もございます確定申告会場では感染防止対策も行いますが新型コロナウイルスの感染リスク軽減の観点からも確定申告会場に出向くことなく ご自宅などからスマホやパソコンで申告できる e-tax が大変便利です。はい、ということで、確定申告会場への入場には整理券が必要で、はい、まあ各会場で当日配布もするんだけども、line から事前発行もできるということでした。まあ、ただ、だまあ、コロナのね。感染リスクを考えますと、やはり e-tax が良さそうだということです、うん、え。では、納税の方なんですけれども、はい、窓口に行かないといけないんでしょうか。はいい,いえ,え、納税につきましても。 金融機関や税務署等の窓口に行く必要がない非対面型のキャッシュレス納付が大変便利です所得税と個人事業者の消費税の納税につきましては振替納税が便利です金融機関の預貯金口座から振替日に納付税額が自動的に引き落とされますまた振替納税以外にもダイレクト納付やインターネットバンキングを利用した納付なども利用できます 申請の方法など詳しくは国税庁ホームページからご確認ください、はい、まあ、このコロナ禍になってさまざまなものが直接対面じゃなく、はいろんなこう電子キャッシュレス、ね、ということもありますがあこの会についてもキャッシュレスノフであったり e-tax というものをぜひ皆さんにも使っていただきたいと思います、えー、ではあ最後になったんですけれどもぜひ抱負をいただければと思うんですがはい、はいえー。税務行政を取り巻く環境は急速に変化しております 経済活動の情報化やグローバル化の進展に加え新型コロナウイルス感染症は社会の変化を一回りも二回りも早めておりますこうした中私どもの使命である納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現するため職員一丸となって取り組んでいきたいと考えております税務署では納税者の皆様が安心安全に申告できるよう 十分な感染防止策を講じて申告会場運営を行っておりますが納税者の皆様におかれましては可能なかぎりご自宅からスマホやパソコンを利用して申告手続きを完了していただくようお願いいたしますぜひこれを機会に E テックス皆さんも検討してみてはいかがでしょうか。今日のリーダーダズイは 昨年7月に前橋税務所の所長に就任された前山静雄さんをお招きしてお話を伺いました前山さんありがとうございましたありがとうございましたここまでリーダーズアイのコーナーでした